マルコメンドーサはアメリカ合衆国サンディエゴ出身のベーシスト、ボーカリスト。幼少期は祖母の住むメキシコティフアナで過ごしている。やがてギターを弾き始めるが、ベースギターに転向し、主にローカルバンドでジャズやファンクトを演奏する生活を送る。そこでフレットレスベースを弾く様をジョン・サイクスに見出され、1993年からベーシストとしてブルーマウナーに参加。 以後ハードロック、ヘビーメタル界で活躍する。ブルーマーダーが1994年に終了した後も引き続きジョン・サイクスのソロプロジェクト、サイクスに参加。1996年から2 0 0 2には再結成した新ジーにも参加し、2000年に離脱したものの2005年に復帰している。ホワイトスネークが25周年を記念して再結成した2003年に、 ベーシストとして参加してツアーを行う。2004年のロンドン公演はライブインザ・スキル・オブ・ザ・ナイトとして映像化された。しかし2005年にデビッド・カバデールと衝突してバンドを脱退する。またニール・ショーンの招きで2004年からソウル・サーカスに参加しライブを行いながらアルバムワールド・プレイを制作した。2007年にドロレス・オリオーダーのアルバム アーユーリスニングからバンドに参加し、ツアーを行っている。同時に、リッチー・コッツェンらと共同で、ソロアルバム、Live for Tomorrow を制作、発表した。ありがとうございます。